へえ、さすが。ずいぶんでかい屋敷だこと。成金趣味の見本市じゃねえか。こういうとこ住んでるのにろくなやついねえのさ。ねえ、ひがんでない？うるせえな。こいつのこと前から気に入らねえって言ってたろ。な、どんなやつかこれからわかるんじゃないの？その通りね、隊長。行くぞ。
ジルなの。これはフォログラフィーだ。あなた方どなた。我々は連邦軍の特殊部隊です。ジルコオータ博士にお会いするため来ました。その声は何か。いえ、それより夫にはどういう。夫って。じゃあ。ごめんなさい、申し遅れました。私はジルクオータの妻でマリア・テールと申します。ご覧の通り、これはフォログラフィー。私の実態はこの部屋の人工頭脳の中にあります。人工。私は死んだ人間なのです。それを夫がこうやって。ちょっと待った。確か奥さんと子供は行方不明だったんじゃ。我々はご主人に確かめねばならないことがあります。ご協力をお願いします。まさかロイ。どうして名前を。ああ、やっぱりロイ。私のことがわからないの。どういうことです。やはりエラーで記憶をなくしていたのね。あなたは右肩に大きな傷の跡があるでしょう。なぜそれを。あなたが5歳の時、誤って機械に挟まりできた傷。そんな。あなたは。教えてくれ。知っているのか。俺が誰なのか。何なのか。俺は人形じゃないのか。あなたは私の息子。え。ジルクオータと私の間に生まれた私たちの息子よ、ロイ。無理もないわね。やむを得なかった。逃がすことで精一杯だったの。脱出ポッドの不調に気づく間もなかった。ロイ、ここを脱出するまでもあなたの記憶がここに。ジルが研究のために保存していたもの。これを使えば全て思い出します。さあ。ジルクオータはあなたが10歳の時、自分のジェネティックコンピューターに支配されてしまったのです。それ以来おかしな行動を始め、やがてあなたを殺そうと。私たちは逃げました。何年も何年も。ジルはあなたを捕らえるためにどんな手段でも講じた。理由は私にも分かりません。はじめは単にあなたを殺すのが目的のように思えたのですが、実際はあなたのジェネティックコンピューターを狙っているようでした。ついに捕らえられ閉じ込められたあなたは毎日実験室で苦しみ続けていました。あなたを自由にしてあげたかったの。永遠にジルの研究とブレインネットでつながれた人生から、私はジルの隙を見てあなたを逃がし、そして研究所とあなたをつないでいたブレインネットのリンクシステムを破壊したのです。母さん、すべて
すべて思い出した。そうだ、爆発が見えた瞬間何もわからなくなった。私はあの時死にました。ですがジルは脳から私の意識を抽出、このように肉体を持たない永遠の幽閉生活を与えました。私もタガの外れたジルの心を少しでも癒すことができるならと今まで。お願い、ジルを、お父さんを止めて。それができるのはあなただけ。これを持って、ね、行って楽にしてあげて。はい。この戦争の真の黒幕は俺の父親かもしれない。それがはっきりしたならその時はこの俺を好きにしていい。だがそれまではこの俺に今まで通り従ってほしい。俺はそれでいいぜな、スター。だがもし親父が黒幕だったらそん時は覚悟するんだな。オスコビッチさん、分かってる。よし、先に進むぞ。許して、辛い思いばかりさせて。せめてもう一度抱きしめて謝りたい。なのにそれさえできない。神様、今度こそお前を生け捕りにしてやる。お前か。なぜ俺を生け捕る必要がある？知る必要はない。聞いていいか、ゲスの分際でか。3年前の財務戦、帝国軍ごと連邦の第五陸軍を全滅させたのはお前か？さあ、そんなこといちいち覚えちゃいない。こいつを生け捕りにするためにお前が襲ったんだろう。そうだったかもしれんな。何？それよりどうだ、おとなしくそいつを引き渡せば痛い目を見なくて済むぞ。できれば体には傷をつけたくない。言いたいことはそれだけか？なんだと？デクの分際で貴様がおとなしく捕まるのなら他の奴らは見逃してもいいと思っていたが、やめだ。皆殺しにしてやる。やれるもんならやってみろ、クソ野郎。口の悪い奴らだ。だがすぐに黙らせてやる。行くぞ。
うわっ、くそ、貴様ごときに。うっ、この俺が。貴様、俺はロイ・シードルだぞ。まだだ、まだ死ぬわけにはいかん。母さん、お前のシャドウデバイスさえあれば、母さんを蘇らせることができる。私はあなたに嘘をついていました。あなたが、本当はあなたがそこにいるロイの。ごめんなさい。何が言いたいんだ、母さん。ジルがあなたを連れてきたとき、私はロイが本当に帰ってきたようで、つい嘘を。だって、まさか、ほら、子供のとき、庭のブランコで歌った。海だって父さんが連れてってくれた。それに僕が初めて喧嘩した時の。ごめんなさい、それは全部ジルがコピーしたロイの記憶。嘘だ、母さんはこいつに騙されてるんだ。貴様のせいで母さんが。ダメなのか、もう。そんな。とんだ笑い草さ。ロイ。自分が人形だってこと。思い出せることは限られた部分だけだった。それも妙にはっきり。目の前の現実には逆らえないのに、過去は簡単に否定できる。自分自身が分からなかった。それと怖かったんだ、自分が何なのか知ることが。ごめんなさい。母さん、僕のために泣いてくれるの？3年前、ザイム、お前の言う通り、やったのは俺だ。何をする気だ？俺の記憶だ。受け取ってくれ。母さん、父さん、ありがとう、ロイ。奴の顔、笑ってやがる。嫌な野郎だったけどな。おい、
どうしちゃったの、ホスコビッチ。ほっときな。3年前の財務戦、何があった？聞いてどうする？もう取り戻せねえんだ。幼馴染がいたのさ、第五陸軍にな。それじゃあ、そう、奴に殺された。多分な。俺とボスコ、そのニックは町の悪ガキトリオでね、でかくなってついた仕事まで同じスワットさ。戦争が始まってすぐ爆撃でボスコは家族を亡くした。俺が誘ったのさ、復讐しようって。軍隊に入って3人で復讐しようってな。あいつショックでふぬけになっちまって死人だった。だから忘れもしねえ3年前のあの日、俺たちの部隊に命令が下った。財務の第五陸軍を救援。久しぶりにニックと会える。俺たちは遺産で出発したさ。だが到着して見たものは地獄。そう、まさに地獄だった。敵も味方もことごとく死んで、やっとニックを見つけた時、瓦礫の中であいつは言った。死神。それで最後だった。そっからボスコは変わった。あとは知っての通りだ。そうだったのか。悪夢から覚めたら残ってるのは疲労感だけさ。スタンウッド、ありがとう。いよいよだな。この庭を抜ければ奴のいる研究施設だ。よし、そんじゃ一丁やりばっか。行きましょう、隊長。ああ。